はい、ワケありダイエットウォークのまこねです。今日はもうすでにね、実は職場の近くまで歩いてきてます。今さっきまで M キャストの収録してましたちょっとね、まさにワケありすぎて、朝からね、この話題は皆さんにはお聞かせできないので、ちょっと今日はね、その話はしませんが、気になる方は今週の土曜日になると思うんですが、M キャスト19時から発信しますので、そちらをお待ちください。まあそんなわけで、今日も訳あり、ウォーキー、やってきますが、今日のテーマの前に、スプーンのね、スプーンと各ポッドキャストの、まあ毎日、乗っけてる、サムネイルを、毎日共通にしました。っていうのは、私は YouTube がメインの発信ステーションなんですよ。まあ YouTube のポッドキャストがね。YouTube のポッドキャストはね、音声だけじゃなくて動画とセットなので、まあ、動画と何が違うんだって言われたらごめんなさい。一緒です。でもどっちかというと、動画を見るんじゃなくて音声を聞くっていうタイプになってます。で、まあ、その中に、ポッドキャストのコンテンツとしてね、1,2,3,4,5 個用意してるんですよ。一つは、昨日も喋ったんだけど、一つはね、この M キャス、まこねえの M キャス。これはね、もうフリートークだよね。雑談といえば雑談だけど、どっちかというと、クリエイターとしての、コンテンツクリエイター、もしくは写真家として、とか、まあ、物を作るってことに対するこだわりとか、悩みとか、まあ、そういうことについてお話しすることが、まあ、多いかな。あとは、私の、プレイヤーの話とかね。うん。だから、どっちかというと、私の内面とかのお話しすることが多い。うん。で、今喋ってる、ワケありウォークは、毎朝ね、仕事行くときに、40分ぐらいお話しながら歩いてるんです。で、毎日ね、その日のその日でテーマを考えてお話してるんですが、まあまあ、今まで聞いてくれた方は知ってる通り、いつも脱線して、まあ、最終的には、まあ、私の思ってることを語り出すみたいな、そんな感じですけども、できればね、皆さん出勤するときにね、スマホかなんかで聞いてくれたらいいなっていう思いでやってます。そう。なので、できればね、朝からみんなが元気になるなとか、くくって笑ってくれるような、笑顔になれるような配信ができればいいなって、本当は心の中で思ってます。できてるかどうかは別ね。そう。そうなんです。で、もう一つは、16時間断食をして、私は3年間で、標準体重まで落とせっていう、まあ3年間っていう期限を切った、ダイエットをやってるんですが、まあその16時間ダイエットのその経過だとか、反省会とか、あとは、どういうふうにやってるかとか、そういった話題をお話してる、16時間断食っていう、ポッドキャストやってます。それはですね、今は、まあ、毎週の反省会を、お話ししてるんですけども、まあ、いずれはね、こういうふうにやってるよとか、こういう本を参考にしたよとか、そういった内容も含めていきたいと思ってます。で、もう一つは、今日のアウトプット。で、私はね、ダイエットって、何よりも知識が最優先だと思うの。うん。だから、知識を持たないダイエットは、健康的な痩せ方にはならないっていう確信があって、そう。で、健康的な痩せ方をしなければ、結局、病気を招いたりとか、リバウンドをしたりとか、いう結果につながるよ。私のね、勉強してきた結果ですね。そう。だから、太ってるけども、私は、痩せた時に、しっかりダイエット、を研究して、しっかり勉強して、ダイエットやってきたんだっていう自分になりたくて、日本ダイエット健康協会のインストラクターを目指してます。で、インストラクターを目指すにあたって、今は、インストラクターの一個下、プロフェッショナルアドバイザーの資格を
取ろうとしてるんだけども、そこの勉強をするためのそのテキストに合わせた内容をアウトプットしてるっていうのが今日のアウトプットです。まあこれもね、今シーズン1ってことでやってるんですけども、まあシーズン1がそのインストラクターを目指すっていうのをやり終えた後にどうなるか、まずちょっと考えてないんだけど、それはね、また、その頃になったら新しいことをやりたいなと思ってます。まあね、ダイエット関係のね、資格は別に日本ダイエット健康協会だけじゃないから、まあ他のところも見てみたいなっていうのもあるんだけど、そう、まあね、まあ、あれもこれも持ってて企業貧乏じゃ、ね、ちょっと同期だし、まあ他の団体の資格の、そのね、まあ、普通に一般にね、受けられるようなのは取ってみてもいい、受けてみてもいいのかなと思うんだけど、まあそこから先は今のところ、今は日本ダイエット健康協会のインストラクターを目指すというか、それを取る。だからなるって。まあ、それをね、お仕事に活かせるかどうかって言ったらちょっと話は違うんだけど、私はさ、このポッドキャストを、の一つの柱として、やっぱり一生続けられる16時間断食、ライフワークとしての16時間断食っていうのをしっかり伝えていきたいと思うの。うん。まあ、そんなわけで、それがもう一つ。もう一つは、これはね、新潟県長岡市に住んでる方向けの情報でしかないんだけど、新潟県長岡市に T-Joy 長岡という映画館があって、まあ、私は、ものすごく自分に自信がなかった時に映画に救われた経験があるから、それもね、T-Joy ので毎日映画を見てて救われたって経験があるから、その T-Joy 長岡にちょっと恩返ししたいなと思って、T-Joy 長岡で上映されてる、今度上映される映画を中心に、皆さんこういう映画があるのでよかったら見に行ってくださいねっていうのを、発信してます。というか、今準備中。そう。まあ、その5本柱で、ポッドキャスト、今後もやっていきます。で、もう一つの、コンテンツとして、海外の、災害地向けで、メッセージを送ってるっていうのがあるんですけども、まあ、それもね、私にとっての SDGs なんだよ。そう。うん。私にとっての SDGs。そう。つまりさ、特別なことではなくて、自分にとってやれることを使って、やれることを通して、世界中の人が、みんな、平等に暮らせる社会を作っていきたいっていうことなのよ。そう。だから、私ができることは、まあ、お金をパッて出すことじゃなくて、被災地に向けて、まあ、少しでもね、誰か一人でも、まあ、見てくれればいいなって言って、コンテンツを発信し続けることなんだと思うんだよね。そう、それは、まあ、それもね、実はね、思ったほど、伸びてなくて、そう、私のね、ポッドキャストよりは伸びてるんだけど、まあ、そんなに伸びてなくて、そう、まあ、挫折しそうになる時もある。でもさ、SDGs だからって、そう思うようにした。うん。私ができる、そう、社会貢献だっていうふうに、心を持っていくことにした。うん。だから、これからも頑張る。うん。あれ今日のテーマ何だったっけ？あれ今日何喋ろうと思ったんだっけ？なんだっけ？急に忘れちゃった。なんでポッドキャストの宣伝をし始めたの？よし、じゃあまあ、今日はね、私のポッドキャストの宣伝、昨日も喋った気がするんだけど、をすることにします。うん、で、今ね、発信時間とかも、ちょっとね、もうちょっと、修正というか、既存の YouTube とかでね、何時ぐらいに発信するといいですよっていうのはね、やっぱデータで出てるわけよ。そう。うん。で、まあ、でもそれに縛られずに、私がこういう人に聞いてほしいんだっていうことを優先して、時間を、決めていこうと思います。そう。例えば、キャリーウォークだったら、やっぱりね、出勤しながら、同じようにね、出勤しながら、聞いてもらいたいなって、
思ったりするわけ。男性でも女性でもいいよ、もちろん。うん。ただね、結構、コアな話が多いから。一般受けするかどうかってちょっと話は違うんだけども、まあ、みんな出勤するときに、まあ、朝から、朝、パラからね、ちょっと歩きながら喋ってる奴がいるな、みたいな。と、まあ、こうね、こいつ面白いやつな、みたいな感じで、今日もまあ、こうね、元気だな、みたいな感じで、聞いていただけたら、本当に最高に幸せ。うん。そう。で、だから、収録した日の朝は、スプーンだけ配信する。そう、スプーンね、スプーンだけ配信するけど、そう。でも、それ以外は、翌日の朝、6時から配信するように、一本化しようと思う。朝の6時。まあ、朝の6時ったらね。そう。まあね、大きいマナコに聞いてくれる人がいればいいななんて思いながらね。そう。で、次に、今日のアウトプットに関しては、やっぱね、朝からさ、っていうか、仕事終わった後に聞いてほしいというか、まあ、ダイエットしたい人ってさ、まあ、どうなんだろうね。何時がいいのかな、なんて思うんだけど、まあ、今日のアウトプットは、まだあんま時間考えてないな。今19時からやってるんだけど、まあ、19時で全然アクセス数が伸びてなくて、そう。まあ、それは、19時が悪いんじゃなくて、私のコンテンツのタイトルとか、サムネが悪いと思ってるんだよね。そう、そこをもっと調整しながら、今後に向けて、何時がいいかなっていうのは研究していこうと思う。うん。そう、ちょっとずつデータが集まってこいば、どういう人が見てるかっていうのも分かってくると思うから。まあ、そんなわけでね、各コンテンツ、時間とか内容とかを、ちょっとずつ見直しながら、そう、わがままな配信をしていきます。わがままな配信。っていうのは、どういうことかというと、私はね、コンテンツを作って、皆さんに発信したいから始めてるわけ。そう、昔、大林監督が、私のね、まあ、映画監督の大林監督とお会いしたときに、僕は、映画館に来てくれた一人のお客さんのために映画を撮ってるんだって。その人の一人の人が満足してくれれば、俺は満足なんだっていう話をしてた。まあ、大林監督は、私が人生で初めて会った映画監督じゃないな。まあ、3、4番目に会った監督が、まあ、そう言ってた。私でも大林監督に会って、写真家っていう道を、アーティストとして、アートとして、まあ、クイアアートとしての写真を、自分で作っていこうと。まあ、クイアアートって言っても、私が撮ったからクイアアートであって、クイアアートっていう分野があるわけじゃないけどね。そう。そうやって、写真をやってきた。そう。だからこそ、ポッドキャストも、クイアの私が撮ってる、配信してる、ポッドキャストなの。だから、ね、オーディエンスを上げるために、今後やっていくことはいっぱいあるけども、でも、そのオーディエンスを上げていくことが最優先じゃない。コンテンツを発信し続けるってことが最優先であり続ける。で、それもわがままな内容でいくっていうのが、まあね、私のポッドキャストのあり方だというふうに、今日ね、ちょっと考えることがあった。いや、結局なんかさっきの読み聞かせと喋ってること変わんないな。そう。うん。だからね、今日も明日も明後日も同じようにお話していくので、皆さん、ぜひよろしくお願いします。今日はね、これで終わりにしてしまいたいな。今見たら14分しか経ってないね。時間もまだ5時じゃん。よし、ここから全然別のテーマに切り替えます。では何のテーマでお話しましょうか。そう、さっきコンテンツの作成なんて話をしたんだけど、実はね、思い出した。よっしゃ、今日何話そうとしたか。皆さん、今までの話は忘れてください。今日のテーマは、実は昨日職場で、いつも世話になってるね、お野菜いただいてるね、木村さんじゃなかったな、杉本さんっていうお姉さんから、ね、いつもね、髪飾りで綺麗に、
ね、あの紙を束ねてられるんだけど、まあ、100均で売ってるような紙飾りなのよ。そう、カチンと挟むだけのね。そう、それをすごい上手に使ってて、なんかいつもそれがね、可愛いのよ。それで、やり方を聞いたらさ、その、紙飾りをさ、あの、わざわざね、家から持ってきてくれて、2個もらったの。うん。で、私はさ、あの、髪を伸ばすようになったのってさ、ニューハーフのお店で働くようになる、ちょっと前だったかな。まあ、いずれにしても高校卒業した後だよ。うん。で、まあ、ちっちゃい頃からね、いろんな髪型にしてさ、あの、女の子がさ、楽しんでるのを見て羨ましいなとか思ってたんだけど、なんか自分で、それを、やれなかったっていうのがあって、なんかね、髪をいじるのはね、もともとね、苦手なの。そう。だから、ね、うち女の子の兄弟もいないしさ、いなかったから、だから、なんていうかな、それを学ぶ機会がなかったの。だっけに、今になってやっぱりさ、ちょっと羨ましいなと思って聞いてみたら、まあ、教えてくれて。で、その通りにやってみて、まあ、昨日もらったさ、髪飾りで仕事してたんだけど、そうしたらさ、あのね、職場にね、私のことを、まあ、ぶっちゃけよく思ってない。まあ、ちょっとね、そこに至るまで、彼が一方的に私を嫌ってるんじゃなくて、私も嫌ってたりして、いろんなことがあった上でっていうことなんだけど、まあ、お互いね、ちょっと誤解し合ってるところがある関係のおじさんがいるの。そのおじさんとすれ違った時ね、私の髪飾り見て、ふって笑ったの。ふって鼻で。そう。それは多分、私の、そう思った杉本さんのことも、その、おじさんはさ、嫌ってるから、杉本さんと一緒の髪型してたから、ふんって笑ったんだろうと思うんだけどさ、なんかそれがものすごく悔しくてさ、ものすごい悔しくて、なんかね、腹立ったなっていうのが、昨日あったのね。うん。で、まあ、それでさ、その話をテーマにしていきたいと思って、いたんだけど、なんだろうね。LGBTQ の Q っていうと、まあ、みんなさ、なんだろうってわかんない人が多いんじゃないかなって、まあ、このポッドキャストの中でもね、たびたび話してるけど、まあ、ぶっちゃけ何でもありのせいだよ。そう。で、私自身は、じゃあどうなのかって言ったら、まあ、一つ一つ分析していくとさ、性認識っていう言葉がある。性認識ね。性認識っていうのは自分が、性がどこにあるか、まあ男なのか女なのかっていうのを自分で決めてるってこと、決めてる中で、あなたはどこに属するのっていう感じなんだけど、ものなんだけど、私の性認識は、女の子、うん、女性よりの男性なのか、男性よりの女性なのか、まあそこら辺だよね。どっちにしても、女性は女性なの。女性は女性なんだけど、極めて男性より。そう。だから、まあね、まあ聞いてる方はわかると思うんだけど、すごい男っぽいの。男の子っぽいんだよ、私は。うん。そう。男の子っぽいけど女の子なの。うん。そう。そこが私の中でも結構複雑で、体はね、今のところね、何にもしてないから、まあ男の子だよ。髪伸びてても、やっぱ男の子だよ。だから見た人も、こういった本当男なのか女のかどうしたいのかっていうのはわかんないと思うの。本当ね、ニューハーフの世界で働いてる時もお姉さんたちによく言われた。あんたは実際何なの？あんたはどうなりたいの？ってよく言われた。でも、その時も私はよくわかんなかった、正直ね。そう。うん。トランスジェンダーになりたい。性転換して女の子になりたいとか、体も女になりたいとかは思ったよ。そう。でも、まあじゃあ本当はどうなのっていうと、私は性認識は女の子なの。本当女の子。うん、女性よ。そう。でも、だからって、女の子知るわけじゃなくて、女の子よりもずっと男の子より。そう。だから、私はさ、自分が男の子だと思って見られるのは本当に嫌。そう、本当に嫌だ。そう。女性だけども、すっごい男の子っぽいよね、とか言われれば、
言われたいんだけど、でもまあ、見た目がね、そんなに女性女性今してないからさ。そう。だから、見た目もしっかり女性女性できる自信を持ちたいからダイエットをやってるわけよ。そう。うん。そう。だから、性認識は女の子。で、女の子だけど男っぽい部分がいっぱいある。そう。で、身体的特徴。身体的にはどうかって言ったら、身体的には今現在何もいじってない。うん。体中ね、結構毛深いのよ、正直。そう。だから、まあ、定期的にカミソリで、もうそこら中全部剃ってるっていうのが本当のところ。うん。ヒゲも濃いしね。だから私は16時間ダイエットをして、断食をして、標準体重まで、標準体重、体脂肪率まで折ったら、永久脱毛をするっていうのが私の第二ステップなのね。そう、人生の目標第二ステップ。身体改造パート2の。そう、うん。そう、じゃあ、セックスはどうなのって言われたときに、セックスはね、私はね、誰とでもできる。うん。いざとなれば、動物とでもできると思ってる。やったことないけどね。うん。そう。あと、自分の飼ってるワンちゃん、今飼ってないけど、自分の飼ってるワンちゃんが、夜中ね、私の布団の中に潜り込んで襲ってきても、なんか足開いちゃうかもしれない。そう。うん。で、まあね、女性ともエッチできるし、男性ともエッチできるし、ただね、私が苦手なのは、男性として男性が好きな、本当ゲイの人とのセックスは苦手。うん。そう。私は女として抱かれたいの。うん。女として抱かれたいから、まんまさ、本当ゲイの、男と男の関係ラブの、ゲイの人とのセックスは、苦手。あまり経験ないしね。そう。うん。私みたいな、キリアとかトランスジェンダーの子でもいいっていう人じゃなきゃ、ちょっとね、男性とエッチはできない。うん。逆に、女の子とエッチするのも、できるよ。できるけど、体はね、いじってないからさ、まあ、触られたりすれば、まあ、立つしね。そう。エッチな気持ちになれば立つしね。そう。でも、女の子とエッチするのは、まあね、楽しくないのよ。そう。ほんと、性欲の発散だけ。心の満足感が薄いの。うん。そう。それだったら、オナニーで、のマスターベーションで十分じゃんって感じで、私が女の子とセックスしても、私一人でやってるマスターベーション以上の、快楽はないんだよね。だから、まあ、私も女の子と付き合ってた頃がさ、何回かあるけども、女の子と付き合ってても、やっぱセックスレスにすぐなって、まあ、そこからね、関係があんまり良くなくなっていくっていうのが、ぶっちゃけ正直なところで、そう、これから先、私はね、48だけど、これから先さ、女の子のことをセックスするっていうのは、もう多分ないな。そう、嫌だな。そう。うん。まあ、そもそもね、あんまりセックスが好きじゃないっちゃ、好きじゃないな。で、そう、ラブの部分。ラブの部分。そう。じゃあ、ラブの部分はどうかというと、私は、ラブの部分も、正直、誰とでも恋愛できる。うん。多分ワンちゃんでも、猫ちゃんでも。そう、女の子でも、男の子でも。でもね、私はね、あんまりね、ラブに対しても、なんか、ちょっとね、積極的になれなくて、そう、積極的になれなくて、なんだろう。好きになられるまで待つってかところが多いかな。そう。だから、なんだろう。自分でさ、もう、なんだろう。告白しなきゃいけない状況に持ち込まれて仕方ない告白したってことはある。そう。というか、いつもそんなパターン。そう。でも、告白されてってのは、やっぱ男性から告白される方が多かったかな。うん。そう。うん。まあ、男性からの告白は、まあ、大抵、エッチしましょうみたいな感じの告白が多かったけどさ。そう、本当に私のことを好きで誘ってるっていうのはいっぱいあったけど、まあ、でも、それでも嬉しかったな。まあ、そんなわけでもう一回まとめると、性認識は女の子で、すごい男性より、うん。で、
身体的なものは男性、何もいじってない、今のところね。でも、16時間ダイエット、断食を成功して、標準体重になったら、もう、体脂肪、おちんちんたまたま通っちゃって、全身も永久脱毛するっていうのを決めてる。うん。そのために早く、16時間ダイエット、3年間を頑張り通すっていうふうに決めてる。そんで、セックスに関しては、まあ、女の子とセックスするのは私にとっては苦痛でしかないと。そう。まあ、今から先、女の子とセックスはしたくないなって。そう思ってます。で、ラブに関しては、まあ、男の子でも女の子でも、どちらでも、付き合うことできるし、好きにはなるんだけど、まあ、基本的にやっぱ相手から、言われると嬉しい。自分から進んで言うことはまずない。まあ、そんなわけですね。今まであんまりはっきり喋ってこなかった、そのクィアの部分なんだけど、クィアってのはこのね、三つのさ、性を示す大前提、身体、性認識、セックスでラブ、このどれかが、どれが、すべてがごちゃ混ぜの人をクィアって言うんだよ。うん。そう。だから、性認識が男性で、セックスも男性で、ラブも男性で、身体も男性。この人ゲイだよね。そう。で、これが全部女性に変われば、レズビアンだよね。そう。その、性認識が、性認識も、なんとかもう、っていうのがトランスジェンダーで、そう、バイセクシャルは、どっちでもいけるっていう、そういう中で、まあ、その中の一つとして、ごちゃ混ぜの中で、いろんなタイプがいるっていうのはクィアなのよ。そう。うん。だから、私はクィア。まあ、日本、まあね、で、私もさ、都合がよくさ、まあ、時と場合によってはね、男と女の、立ち位置を変えちゃったりするわけよ。そう。男性として いなきゃいけないところ、女性としていてもいいところっていうふうに分けちゃってるんだけど、まあ、私はね、まあそこら辺、ずるいよね。そう。ずるい。うん。ほんでね、そう。そんな私が発信するポッドキャストで、そんな私を好きになってくれる人、好きになってくれるというか、まあファンになってくれる人が、いっぱい集まってくれるポッドキャストをしていきたいと思ってるの。うん。だから、これからも、皆さん応援よろしくお願いします。まあ、そんなわけでですね、よろっと30分になりますが、今5時14分で、綺麗な空なのよ。ほんと。この時期の、空が明るくなってきて、私はね、西の方の新潟県に住んでるから、山の彼方から朝日が昇ってくる。てか、朝日は見えないね、うん。基本、いつも。だいたい明るくなって、もう黄色く光ってる太陽が出てくるって感じだけど。そう、空がだんだん明るくなっていくっていうのを、ちっちゃい時にね、朝方さ起きて、外を見て、綺麗な外を見た時のあの感動って今でも覚えてて、それと同じぐらい今ね、ほんと、山のね、峰の上が赤く光ってる。うん。そう。太陽はここから昇るんだってぐらい、東の空にが明るくなって、ほんと峰のね、上のところが真っ赤に燃えてるみたいだよ。ほんと今綺麗。そう。で、まあね、ここはね、海までさ、車で2、30分で行けちゃうところだから、ね、夏のね、海も冬の海もね、天気はいい日のさ、沈む太陽もほんとに綺麗なんだけど、まあね、やっぱ、この綺麗な景色を見れるっていうのは、朝仕事してる人の特権だよね。で、この時期じゃないと、この綺麗な空は見えないからさ。うん。そう。このね、私が出勤するこの5時ぐらいにこの綺麗な空が見えるのは、まあこの時期だけだしね。で、夏になると私はさ、もっと早く来て、まあこの空を見てることもあるんだけど、むしろね、このね、何もないところで、敷物敷いて、ミニキャンプをしてることもあったんだけどね。そう。ミニキャンプって言っても、100均で買ったさ、もう上が空いてるだけの、なんだっけ、寝袋と、ちょっと厚着して、夏ね、ここら辺、空、ね、星を見ながら寝てたり、さ、音楽聴きながら星を見て寝てたりとか、
ラジオ聞いてたりとかね、こう、それこそポッドキャスト聞きながらね、空を見たりしてたな。そう。まあ、今年もやりたいな。うん。それがね、なんか、深夜に星を見てると、本当にね、宇宙からね、いろんなことをね、教えてもらえるの。そう。ものすごいいろんなことを教えてもらえる。だからね、私はさ、本当に自分で悩んだ時は、やっぱりね、外出て歩く、歩いて外の空気を吸うっていうのが、やっぱり一番いいんだなって、本当今日学んだな。そう。うん。空を見ながら、空が言ってくるの。みんなまるっとうまくいくから、みんなまるっと受け入れなさいって。そう。みんなまるっと受け入れなさいって空が言ってるのよ。今日はね、ほんと雲一つないね。そう。なんかね、それでもさ、深夜さ、外に出ようとすると、なんか大きな圧力で、茶色いさ、なんか、ボールを逆にしたようなものがね、目の前に見えるの。もうボンボンボンってさ、なんか、私を踏むような感じで遠くになんかボンボンボンって見えて、なんかすごくなんか重圧感を感じたんだけど、今は空を見ながら、真っ青なね、闇が明けていく、ほんと、濃い青の空を見ながら、なんだろう。そう。なんか、そのさ、ものすごい嫌な重圧を全部跳ねのけて、気持ちいい瞬間を感じてるな。うん。そう、そうね。まるっと、これでよかったんだね。うん。私は私らしく、私を発信し続けていくっていうことが大事なのね。うん。わかった。ありがとう。その中で、今日もね、ちょっともう、いろいろとお仕事の時間になると思うので、今日も、ウォーク。違う。誰もしらっと気づいてたか、気づいてたかもしれないけど、いきなりダイエットウォークじゃなくて、訳ありウォークに変更してます。今日も訳ありウォーク、これで終わりにしていきたいと思います。そんなわけでですね、明日も、もちろん。明日は、もう、また、朝、どんなテーマかかりませんが、おしゃべりしながら、やっていこうと思いますね。皆さん、楽しみにしててください。まっこねーでした。またね。